こんにちは、陽子です。45年前の連休に屋久島へ行きました。3泊4日の一人旅デビューです。九州新幹線などない時代、広島から鹿児島へ行くにはフェリーも鉄道も接続が悪く、費用もかかるので飛行機を選びました。当時広島市内にあった空港はグランドのような原っぱで、 YS11 の機体の下まで歩いて登場。離陸すると眼下に地図と同じ地形が広がり、阿蘇の上空で機体が大きく揺れ、ドキドキしました。鹿児島空港で屋久島行きに乗り換え、空の旅はあっという間でした。屋久島ユースホステルの裏はジャングルで、生い茂る巨大ゴムの木が土砂降りに打たれ、艶やかに輝いていました。家にある観葉植物と同じものとは思えない樹高4メートル、ここまで育つのか、さすが屋久杉の島と仰天しました。油を塗ったように艶やかに光る分厚く大きな葉っぱ、新芽の赤い色とのコントラストが美しかった。九州の最高峰宮の浦岳がそびえる屋久島で、屋久杉に会うのが目的でしたが、外に出ることができず、窓の外を恨めしく眺めながらこれらのスケッチを描きました。沖縄に大型低気圧が近づく中での出発で、予想通り天気は最悪。滞在中、屋久島はずっと雨でした。もしかしたら磯釣りができるかもと、かすかに期待して持ってきた釣り竿セットの出番はなく、博多から来た人たちに誘われ、最後の日に車で屋久杉を見に行きました。帰りは彼らと一緒に鹿児島行きのフェリーに乗り、翌日高千穂経由で博多まで送ってもらいました。屋久杉のゴムの木はいかがでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。